雷雨のため試合中止延期となっていた天皇杯3回戦ファジアーノ岡山戦ですが、日程が決定いたしました。8月2日月曜日18時キックオフ、会場は港サッカー場、そして試合再開は後半からではなく前半からのキックオフとなりました。この灼熱の日々、これからの過密日程を考えると、中断したところ後半からキックオフが良かったんですがね、45分と90分ではね、疲労が違いまくりますからね、延長さらに PK まで行ってしまうとスタミナ面大ダメージです。8月9日のね、横浜 FC 戦まで1週間あるとはいえ、なんとか90分で勝負を決めてもらいましょう。おそらくフィッカ監督ね、大幅なターンオーバーはしないでしょうからね。そしてルヴァンカップクォーターファイナルの試合時間も決まりました。第1戦が19時30分からトヨタスタジアム、第2戦が18時から鹿島サッカースタジアム。よかった、ないとは思ってましたけどね、もしかしたら昼開催だったらという心配も少しありましたが、無事ナイターでまだ涼しい時間に試合ができます。さあ、そして最後に、どうか飛ばし記事であってほしい、ただの想像の記事であってほしい、本当だったとしても成立しないでほしい報道が、スコットランドのセルティックがランゲラック選手をリストアップ、やめてください。マリノスを率いていたポステコグルー監督が補強候補に推薦、しなくていいです。連れてくならね、クラブで近くで見てたキーパーにしてくださいよと思いましたけど、神戸のフォワード引き抜かれちゃってますからね。オーストラリア代表では監督と選手という関係だったのかな。ランゲラック選手本人のことを考えると、ヨーロッパのビッグチームでさらなる活躍をしたいというのもあるかもしれませんが、ファミリー的には絶対絶対絶対残ってほしい。これね、引っ張られても気になるだけなんで、早く続報を。でもまあ、ユンカー獲得くらいの飛ばし記事でしょう。で、会ってくれ。